私、花咲凛子は。この世界で目を覚ました。絵に描いたような幸せな家族。私は生き返った上に何不自由ない生活を送っている。レリアナ・マクミランが小説の中の人物であることを除いては、私、レリアナ・マクミランは近いうちに命を落とす。二度も死ぬなんて絶対に嫌。ようやくお出ましね、ノア・ボルステア・ウィン・ナイト。この国の公爵であり、この小説の主人公だ。私はあの男とこの物語の結末を知っている。公爵様の取引をお願いしたく参りました。ほう、それは実に興味深い。いいだろう、取引を始めようか。動揺しちゃダメ、こいつは今私を試しているのよ。